カムコメントやってみよう。ウェルカムコメントどうやろう。テロップ出たよ。あ、出たの。ウェルカムコメントを書いてます。またらあった。ごめんね、コメント打ちます。ビスイベント出てます。28日火曜日1日19時59分まで、あ、間違えた、19時なんと、みおちとさっきおでんの話してて、おでん食べたくなったから、今日の夜ご飯グラタンやったな。おでんの大根だけ食べて帰ろうと。1位と2位、3位までが紙面目に乗れます。やばい、打つの遅くて申し訳ない。乗れます。1位とそう、あのね、カラオケ配信できるかも。月曜日か火曜日にしよう。でもリハだな。予想外やった。家でするもんやん、カラオケ配信って。1位と2位が決勝に行きます。決勝に行けます。キラキラ星無料ギフト、無料ギフト、寄付と無料ギフト、キラキラ星、キラキラ、あ、キラキラ星を昼夜で投げていただきたい、いただきたいです。よし、固定する。よし、固定した。あれ、閉じない、どうしよう。あ、閉じれた。あ、お待たせしました。全然コメント読んでない。そう、ついにリハが始まります。頑張るぞ。冷たい飲み物飲んで平気じゃなかったん？平気じゃなかったん？どういうことや。大丈夫でした。冷たい、ホットより冷たいのが好き。でもな、ホットの何やったっけ、ジョイフルラテみたいな気になります。ゴンちゃんもずっとホットあるけど、飲み物は冷たい派ですよ。明日公演だけど配信スケジュール決まってる。明日はほんまに決まってない。どうしよう、どうしようとな。あきら先生で明日反省会、多分めっちゃ長いと思う。どうしようとな。どうしよう、明日のスケジュールを見てやります。高級ディナーチケット買ったとやって、これ一人分なんとな、一人で行く感じかな。すごい、ありがとうございます。なんかフルーツももらった、ジューシーフルーツみたいな。どういう感じでもらえるんやろうな。アミタンと配信して、配信したいけどな。アミタン呼ぶ、あ、でもリハ期間やったらさ、逆に出てもらいやすいんちゃう。ありあり、リハ期間大変かな、みたいな。ちょっとなんか空いてそうやったら呼んでみます。ノースリーブス15周年めっちゃ歌ったよなあ。ありやんな、小地春さんと峯岸みなみさんと指原莉乃さん、高橋みなみさんですね。レイトさんが好きな。先生来るの決定してるらしい。
なんか小百合ちゃんがあきら先生に言われたみたいな。さとたんがさとらちゃんラーメン食べてるのに体型維持できてるのすごいって言ってる。ほんまに？けど顔パンパンにはなるけど体重はあんま増えてなかった。昨日配信した後体重計乗ったんですけど思ってたより増えてなかったし、夜ご飯食べた後に乗った体重やったら全然許容でした。私昨日の晩ご飯何食べたっけ昨日何やったっけ昨日は金曜日やろ。 何食べたっけ金曜日何食べたっけな。あー思い出した、昨日のご飯めっちゃ美味しくて、初めてお母さんは作ってくれたんですけど、なんかチキンのパリパリ焼きみたいな、鶏肉のパリパリ焼きみたいな、めっちゃ美味しかった。じゃまた食べたい、食べたい、頼みます。サイゼリアにある若鶏のグリルソテーみたいな味がしました。あ、高橋みなみさんキャプテン就任されたの見た。あと20周年に新曲出すみたいな、あと5年後やん。あみたんがさくらさんと配信したいって言ってた。そう LINE も来てたんやけどね、いいんかな。あ、コラボ配信朝とかさ、朝一時間するときさ、ちょっと持て余してしまってるやん時間を。あみたんと分割して配信するのやりたいと思う。でも隣にどうせ出てもらうなら隣にいてほしいな。あみたん癒される、めっちゃ。今日グラタンなのはあのお父さんに言ったんです、食べたいって。あのグラタンが好き、お父さんの料理で、で餅を入れてみてほしいなって思ってそれも頼みました。ああびっくりした。待って、イヤホンつけてる人いたら申し訳ない。めっちゃ美味しい、し塩コショウで食べました。あみたん平日は7時から毎日やってます。ほんまに偉すぎる。もうめちゃめちゃ眠い顔しちゃってんねんけど、私はそうだから、あのだいたい私も朝配信するとき7時に配信するんやけど、あみたんの通知取ってるから宮本あみが配信しましたみたいなやりきますね通知。あみたんも眠そうでした、朝やってるとき。いやほんまに偉い、あみたん毎日配信100日以上続いてるやんな。偉すぎでしょちょっと。ほんとに明日7時とはまだ渡んないですね。入り時間を見ます。待ってどうしよう。いやでも朝絶対配信しといた方がいいしな。そんなで私朝配信するときは朝配信の1時間ちょっと持て余してしまってるので、ちゃんとそのそうあのメイプをその時間にしようと思って、一石二鳥じゃないですか、その可愛くなれるしメイプもできる朝配信の時は。でも明日は朝配信したとしても公演あるから起床できないから、明日の朝配信はメイプはしないですね。明日はお昼でも大丈夫よ。そうでもメイプの何番目に回ってくるのが分からへんから、いや今空いてるって時に30分とか15分とかちょいちょいしていって3時間を積み上げていこうかなと思ってます。やしそうあの月曜日からライブのリハ始まるから、夜になんていうん、公演終わりにできるだけ配信しないでいいように振り覚えとか振り落とししないとあかんから、積み重ねていきたい明日の作戦。明日の作戦積み重ね、マジで5分でもできる時やったらやるかもしれへん。え、いいですか、迷惑じゃないですかね。だから通知オンをしていただけると嬉しい。時間見つけたらやって積み重ねていきたい。マジ10分とかの積み重ねが出たい気する。え、反映されるんかな、そんな15分未満とかでも。
通知音はねお願いしたいですね。刻み戦法ですえ、やったら明日スケジュール、配信スケジュールどうしよう。朝だけ決めて、あとはゲリラになるかもしれないです。佐藤との TO 卒業したの。 TO は卒業しました。友達大親友になったので、オタクでは泣きましたね。100年先でも3時間、そう3時間するよ。朝1時朝、じゃあ朝やった方がいいんかな。1時間半ぐらい。100年先でも、でも合間時間とかで1時間半積み重ねる気すんな。やばい、あきら先生ほんま読めへんからな。ギネプロの時とか反省会1時間半以上してた気する。15分未満は調べた方がいいかも。 OK。 大親友って8期では誰々でした。みんな仲いいけど、チームドトンジョーは大親友やし、サタタンも大親友ですね。髪型とか変えんととったな明日昼夜で多分それで15分ゲットできると思うまたなんけど、けど明日はしたい髪型一つはすぐ思いついたから、そうなんかそのね、そのどっちも見てほしい気持ちもあったから、ありよりのありですね。なんていうの、どっちとにしたら、どっちかの昼と夜どっちかの人見れへんじゃないですか。アミタンと配信したいの、しようかな。セーターの台本がさっき来てて、まだ開いてないんですけど、私の家とは何なのと緊張する。手紙やったら外までずっと緊張しちゃう一重百千万十万。STU の方3時間配信しはったんですか。今日4つ目って出た、今4つ目やったら、あと3つやったら半分以上経ちましたね。あきら先生に「はい」と終わるように言ったと、大丈夫です直しが少なくなるように頑張ります。やっぱ明日朝配信するってなったら多分ね、反省会ノートをみんな見てると思うえ、カラオケ配信、そうしたいしたいしたい、どうしようどうしようかな。明日ほんま反省会何時に終わんねろうな。22時までには頼みますで家着いて1時間やるとか。私のカラオケレアですよ。オールナイトニッポンの時1杯だけやりましたけど、みんなお世辞言ってんのか分からへんけど、なんかお世辞なんか分からへんけど好評やったよ。 NSHIP の昼夜初めてです。そう昼夜初めて、何歌を歌ってほしい曲とかありました。あ、15分配信のルールは前に、今度のイベント関係ない。わ、じゃあちょっと積み重ねていくかもしれへん、明日は。
ちょっと最後の枠と最初の枠だけ決めて、あとは多分ゲリラになりますね。ちょっと多分お世辞ひどーい。なんと縛りある48グループさんと46さんですね、歌えるのは。マイク問題はなんとお母さんが今日なんと見に行ってくれてたみたいで、授業の時とかどうなってるかまだ分かんないんですけど、どうなる。ライブ修行ありかも、好き、めっちゃ。私はでもな、なんとアップテンポな曲よりなんとしっとり系の方が私は声は出ますけど、うまい人が歌うやつやんのそれ。けどアップテンポな曲はほんまに下手やと思う。SKE さん、セーフちゃう、わからん、確認しよう。待って、明日するなら今日の0時までに言わなあったんだから、どうしよう。100年先めっちゃハマってんねん。ちょ、出るとか決まってないねんけどな、もう初日とか見てめっちゃそう思った。100年先でも君を待っているよ。私乃木坂や、乃木坂さんやったら結構マイナーな曲歌うかもしれへん。なんやろ、僕たちは同じ時代を生きてるんだ、公共なんて意味は持たない。チュ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 、音羽懐かしい白組でやった、あの結構簡単な振りですよね。あんま動いてないですね、音羽。めっちゃゆっくりな曲やから。そう、優しくされたらあなたのこと。一人カラオケはめっちゃ行きたいとずっと思ってるけど行ったことはないかも。サイレントマジョリティも好きですね、最近聞いてないけど。欅さんやったら二人セゾンを聞きます。なんか秋の季節にぴったりじゃないですか。夢に色が好きです。しかもあれですよね、今年成人やったら歌うんじゃないですかね。あれ毎年夢に色がない理由なんかな、成人イベント。あ、37分や、あと10分あった。なんやろな、と、なんとありました。 AKB さんの曲とかで好きなのあれば。誰かのこと好きになるといても立ってもいられず。めっちゃやりたいんですよね。板野友美さんと前田敦子さんのコンビ好きで、ケーキの事件、あ、これ最終枠です。3時間配信しましたよね、ちゃんと。わかんない、数えよ。朝1時間して、みゆちとの配信で1時間して、5時台に30分して、これ30分して、OK、3時間。誰の声？こわ、外の音じゃないですかね。これより51におるやん。マジ？どれや？見よ、みんなすげえ、気づくん早いな。ほんまや、やっほーやっほー、明日出るね、本当にね。こよりんのおとぎで楽しいってめっちゃ思える。 N シップ出てくれてありがとう、いっぱい。マジで天然で面白い癒されます。
よろしく明日も。そう、なんか前一緒に途中まで帰った時に見れる時見ますみたいに言ってくれた。え、めっちゃ天然ですよ、これに。びっくりした。アミちゃんよりも天然やと思ってます。そう、私は年上です。え、だって2つぐらい下ですよね、サトタンと同い年。やばいですね。私はアーノンさんより年上なのがやばいなと思いますね。あ、メンバーいますよ。そう、アーノンさんより年上なんですよ、やばいな。これやばくない？その年上、え、アーノンさんより年上っていうのが一番やばいと思う。あとマイティさんと一歳差っていうのもやばいと思う。え、貞治さんとも一切差ってのもやばいと思う。ほんまにやばいですね、マジで。どうしよう。やばい、アミちゃんの昨日のツイートおもろすぎていいねした。上はアミちゃんの上は常に南らしい。おもろすぎる。いや、でも中学生には見えへんと思う、さすがに。第一には見えるんじゃん、ギリギリ。ちゃんとメイクしてたら。知らんけど。見えないと困りますよ。シンシンさんは、マジで見えへん。ほんまに。いつもナンバラ出たときに、年齢言い張るけどビビっくりするもん。えってなる。マジででも可愛い、ほんまに癒されますね。中学生って言われたら大人っぽい中学生なんだと思う。やばい、どうしよう。今回のイベントはアイピョンのやつとは違うやつ。アイピョンのやつとは一緒やけど、その予選の後が違いますね。アイピョンは決勝行くの決定してますね。服かわいい、やったね。写真撮ってもらったんでインスタ載せよう。でも私ほんまに私服ダサいメンバーにあげられたんで、ちゃんとちゃんとしようけどね。あれ買いました、お話し会用の服を買いました。めっちゃアンジービー、アンジー村瀬紗衣さんのブランド、めっちゃドストライクでした。いやし、なんか値段もそんなに、あ、やばい、全然手届けへんって値段じゃない、なかった、どれも。あ、でもなんかレッスン着のイメージで言われたんかな、あ、まらんけど。レッスン着は確かにやばいと、トレーナー、なんかトレーナー長袖の下に半袖着てて、その半袖の T シャツは出てるみたいな。あとなんか羽織る、上に羽織るジャージのやつがパツパツみたいな。けど私は一番欲しかったアンジービーの服は売り切れやった。やっぱね、可愛いから売り切れてたわ。プラスをまたあげます、インスタ。あ、ラジオ読みます、ラジオの13位チョコナさん、ありがとうございます。12位タタさん、ありがとうございます。11位ペンペンさん、ありがとうございます。10位キジタさん、ありがとうございます。8位トモキさん、ありがとうございます。7位アキラメガネさん、ありがとうございます。6位ポニョさん、ありがとうございます。5位クラちゃんさん、ありがとうございます。4位キネさん、ありがとうございます。3位クモスキさん、ありがとうございます。2位トモヒトさん、ありがとうございます。1位ウーバーさん、ありがとうございます。レッスンギャップしてほしい、ほんまに。
何やろ、レッスンにでもなんか最近ずっと同じの着ちゃってるどうしよう、またあのピンクの T シャツやみたいな今日も一日ありがとうございました。おしゃれなレッスン2のメンバー、あやぴょんとかまとちとかちゃん、なんかおしゃれ、ちゃんと多分値段張ってんねやろうなみたいな普通、私レッスン着はやっぱ動きやすいのが一番いいので。でも確かにレッスンに可愛いとやる気出るって思うけど、そうレッスンにの家の買おうとねがあったらシフトに回そうと思っちゃうタイプで、私は言ったらそう親とにも買った方がいいんちゃうって言われるけど、いやシフトに回すって言ってなって、そういう感じですね。あと3分ですね。あやぴょんとはへそ出しの服着てるイメージある。細いからめっちゃ似合うよね。私も持ってんねんけど、半袖でのやつやねんけど、ちょっと最近着てないあ、体操着、体操着な、あの人で着るよ。え、マジの体操着着ていい透明だと入ってないけど、なんかゼッケンついてんねん。でもそっちの方がなんかリアルでおもろってない？私は高3の時は多分32番やった気する、出席番号。ちょっとパンも細いよ、ありがとうそうウエストはね細い自信があるし、なんとお腹出てんなとか思ったことはあんまりないと思う。下半身がダメなんです私は、けど最近ファンの人に足細なったねって言われる、嬉しいです。なんでなんやろ。リサちゃん最近登山服着てないのか。でもリサは、リサも私はやと思って、リサもなんか持ってるものはなんかいい人気の組み合わせは絶対違うなって思ったことは何回もある正直ごめんリサちょっとシフトも最近なんかめっちゃウルトラ目線みたいになってんねんけど、ちゃうよ、私もダサい側の人間ですけど、リサは組み合わせはちょっとおみたいな感じになること多いかもしれん。なんかお嬢様系の服多いよね最近、可愛い。でもはいこんな感じで今日の配信は終わりですね。ん、何分今46、あと1分ですね。なんとでも今日は授業中にあの C